チャンネル2021年日本シリーズ初戦オリックス対ヤコルト京セラドームでの戦い4対3でオリックスのさよなら勝ちで先制どこよりも早く佐々木が動画に上げます試合終わったばかりでございますただいまですね大阪のホテルで 明日、テレビ東京で、佐々木解説します。そのために、前乗りして、ご飯食べながら、えー、日本シリーズ、えー、見てましたけども、今、えー、終わりました。吉田正尚、さよならヒットで。いやー、まあ、そのね、まあもちろんね、あのー、ヤクルトファンの皆さんはね、あの、ちょっと勝ちゲームだっただけに残念な、え、感じもしますしね、オレックスファンはね、歓喜に、あのー、湧いてると思いますけども、ただの、普通の野球ファン、ってしてみたときに、 こんな面白い試合は本当にないね。なんかもう、This is もう日本シリーズ、えー、セリーゴージャーヤクルト、パリーゴージャーオリックス、えー、頂上対決、初戦、えー、本当にふさわしい、えー、まあもちろんね、勝ち負けっていう勝敗はついてしまいましたけども、本当に素晴らしい、あの、今年ね、一番いろんな試合あったかもわかんないですけども、 最後の最後にね、来てこの日本シリーズ非常に熱い、面白い、素晴らしい、あの、これぞ野球っていうところをね、えー、見せてくれた素晴らしい、えー、試合だったんじゃないでしょうか。そのまずね、敬意を表するとともに、ね、佐々木チェック、総チェック、この日本シリーズね、全試合行きますから、初戦から振り返っていきましょう さあ、まずね、えー、今日の試合、えー、日本シリーズね、予告先発なしというところで、まあ中島監督はね、山本っていうね、えー、ところを予告先発にしてましたけども、えー、まあ、ささもですね、いろんな取材のもとにですね、いや予告先発しないからって言って、ここで奇襲、ヤクルトがかけて、奥側を来ないのはないよと。 奥川を辞めるメリットがなさすぎるっていう。万が一ずらしても、第7戦ね、回ってこない可能性もあるし、そういう点も考えたら、やっぱ奥川でいって山本に勝つから、非常に価値があることで、そんなないよっていうね。いや、これは奥川が初戦来ないんじゃないのかってね、言ってた人いましたけども、やはりね、えー、予想通り、えー、ヤクルトもね、奥川が先発っていうところで、まあ、両チームのね、今年、えー、まあ、奥川もエースかなあのー、両エースのね、対決になりましたけども、 まあ、あの、結果的に言えばね、奥川は7回、97球、6安打3三振2四球1失点と、本当にね、素晴らしいピッチング。山本もね、6回、百十二球、5安打9三審、2四球1失点とね、山本も非常に素晴らしいピッチング。まあ、ね、まず今日の一番のね、その先発の凄み。このね、奥川がね、山本より、あのー、先に降りなかったっていうところはね、本当にまだ2年目。 このから野球界をね、背負っていく素晴らしいピッチャーに、えー、なっていくんじゃ、えー、ないのかなと。で、しかもね、奥川はこの学生時代の時からね、その取り組んでたピッチングそしてシーズン中やってきたピッチングを、この日本シリーズっていう大舞台になっても、えー、同じようなピッチングができたっていうのは非常に良かったね。えー、それは何かっていうと、まあまあもちろんね、知ってる方もいると思いますけれども、3球で2ストライクを追い込むっていうね、この自分のピッチングスタイルっていうところを、 モットーに。まあ、それがね、球数少なかったりとか、まあ、やっぱ、四死球が少なかったりっていうところにね、やっぱ繋がってきてるのかなと。今日もね、7回で97球。逆に山本はね、6回で112球。えー、その差がね、15球っていうところでね、やっぱりこのね、モットーが今日ね、試合でも非常に、ええー、生きたんじゃないでしょうかね。で、しかも、全体的に奥側のピッチングね、本当にもう、あのー、まあ、5人と出したかな、初級ボールあったんですけど、まあ、ほとんどね、えー、初級、えー、 ストライク。えー、しかもまあ2球あればね、えー、かなりの高い確率で、えー、ストライクを取っていくっていう、えー、ピッチング、非常に、えー、良かったかなと。まあ初回ね、福田にセンター前ヒット打たれますけども、トラントにね、ブデファーストゴロ、デオシダがね、セカンドゴロで杉本がね、センターフライっていうところで、まあ、オリックス的に考えればね、やっぱこのね、チャンスは作ってんのよ。序盤ね、この初回もしっかりね、この1、2番がしっかり活躍して、まあね、今日のキーポイントね、 あの、これ日本シリーズ、両チームね、1、2番対決っていうね、佐々木言ったはず。しかもね、こうあの、主,主軸は打つとして。でね、裏のキープレイヤーは、オリックスが TO 派だ。そしてヤクルトが中村っていうね、えー、ところは、あの、開幕前のね、この日本シリーズ前の動画で言ったと思いますけども、えー、そこもねこう、今日の試合、オリックスとしては打線の流れ的には、もうね、かなり完璧に近いぐらいの作り方、ゲームの、えー、視点だよね。で、あのー、 二回もね、ツーアウトから、えー、ラベルがフォアボール出て、クレバイスセンターまで繋いで、ツーアウト一人から若林のね、ああ、若月の二球目ね、カットボール、ライトにね、行くのも、えー、ライト宮本がね、スーパーキャッチで。ま、あでも余裕はあったね。ね、最後ドーンとね、あの、フェンスに当たって、まあ、途中でね、あの、山崎に交代することになるけど、ちょっと余裕はあったよね。でもあ,あいったところ、そのない、そんな日頃京セラドームでね、試合することがそんなない中の、えー、ヤクルト、守備陣がね、その、距離感、 フェンスとの距離感とかをしっかり測りながら、えー、余裕を持ってね。まあ当たったけども余裕を持ってキャッチできたっていうのは非常にセンスあるね。コ、えーポプレー、えー、だったからと。逆にね、オリックスはここでね、一本出ればっていうところでね、まあその2回も点取れなかった。で、3回も福田がアウトになって、で、胸がね、ライトでツーベース。で、ここでね、まだクリーンナップの前に特典系置いてるけども、吉田がね、ショートライナー。で、杉本が三振。ね、空振り。もう全体的にね、杉本はね、今日タイミングが全く取れてなかったね。 このヤクルトバッテリーに本当にいいようにやられて、この3回もね、初級ね、アウトコースストレートファール。で、2球目カットボールね、ボール球空振り。で、3球目高めの釣り球ね、そこ振らされてね。まあ、奥側も最後ね、いいところ投げたけども、で、その次のね、打席の、えー、杉本の三振も、カットボールで、もう完璧のボール球ね、振らされるっていうね、あのー、この5回もね、えワ、ー、ンアウトから若槻センター前。で、こちら周辺アウトになって、胸フォアボールね。 で、ここで吉田正尚が2アウト1、塁のチャンス作ってセンターフライアウトね、こう打った瞬間若干歩き気味だったから、これホームラン入ったかなと思ったらね、フェンスギアで失速っていうところもね、まあちょっとね、吉田としてはミスショットかなっていうところもありますけども、まあ、このね、チャンスメイクをクリーンアップは返せない。で、オリックスとしては、えー、序盤、初回ね、1回から5回まで、1、2、3、5回、 全部得点圏にランナー進めれてるんだよね。でしかもクリーンナップの前に進めてる状況が多い中で、ここでクリーンナップが一本出ないっていう、やっぱりこのね、嫌な流れ。逆に、奥側はヒット打たれながらも、最後の最後ね、いいところをしっかり攻めていくっていうところでね、踏ん張り、非常にね、グッピッチ。だったかなとで。逆に5回までで言うとね、この、ヤクルトもね、あのー、この奥側をね、もっと行動さすために先制点ね、 欲しい。えー、ところで、まあ、2回ね、先頭で村上がセンター前ヒット。で、サンタナ、えー、中村が三振取って、オフスーの時ね、む、えー、胸ファンブル。で、ツーアウト一流になって、この宮本の三振。このね、山本の今日の何がすごかったっていうとね、追い込んでからの、このね、ちょっとギアを上げた時の、制球力、高さ、球威、変化。全部がね、この、すごかったね。で、3回もね、ワンアウトから塩見サード内ア,アンだね。あれもね、胸ナイスプレーで、 取ったけど、ファースト、ある塩見の足がね、悩んだに刺したね。あの、もうね、も、ま、う、あ、プレーもね、良かったけどね。で、その後ね、青木が、ライト前ヒット。で、一二になってから、この山田、ワンアウト一二から山田のね、この、ホーク、低めね、三振。で、その後、村上のね、打席で、こう最後ね、スリーボール、ツーストライクまで行くんだけども、あの、ホークをね、ストライクゾーンに投げて、多分ね、あれ、村上はね、ストレートと思ったはず若干の変化で、ね、 空振りっていうね、これ、ボール投げてるしスで、ストライクゾーンの中でも勝負できるっていう、非常に、えー、素晴らしい、えー、ピッチングだったかなと。で、5回ね、えー、しっかり抑えて、このね、問題の6回よ、来るのよ。でもね、今日それまでに言うとね、若槻も非常にね、あの山本をね、好リードしてきたと思うのね。 6点検ね、ランナー出ても非常にね、変化球とかいろんなダムね、あの、やることなくあの、球種を使って三振取っていくっていうねで、この、あの村上のあの外で追い込んで、最後インコースパシーといった、あのストレートのね配球も素晴らしかったし、あそこねあの、山本が、えー、投げ切ったっていうところもね、えー、非常に、えー、素晴らしかったと思いますあれ、どこだったかなこれか、あの6回ね、点取られた時はねで、6回ね、これね失点、えー、するんだけども ここに来てね、やっぱりこの球数が100球超えたぐらいで、まあ、やんもてにとったら100球超えたぐらいね、どうってことないんだけど、やっぱりこのね、日本シリーズっていう独特の緊張感、やっぱり普段より力入る。それはね、俺も2回出てるからね、はい、分かるんだけども。で、プラスアルファ、やっぱりチームがね、点取ってくれないっていうところで、やっぱり先制されたくない。で、ヤクルトはね、もう超打力あるバッターがもう並んでると。 ミスコントロール許されない。やっぱりね、必要以上に日本シリーズっていう緊張感、一本ホームランを打たれたらいけないっていう神経質に泣い切ったところが、やっぱりこのね、100球超えたぐらいで、やっぱ疲れてきたと思うんで、いくら山元でも。 やっぱ疲れてきたと思うのね。で、そこで山田がね、フォアボール。で、村、で、あ、これちょっと先頭フォアボール心配なっていうところで村上をね、最後追い込んでからの、ね、インコースストレートまっすぐで、ね、見逃す三振。これ若月のね、リードもさえて、あれストレートがね、若干振り遅れてたから変化球いかないでね、もう変化球いかないで、もうそのね、あの、すぐにインコースストレートを選んだっていう、この配球の素晴らしさと山本の制球力。で、その後ね、三端にフォアボール。ね。で、ここで、中村がセンター前。あれもね、 山本はそんな悪くない。確か甘くなったけど、低めに投げてんだよね。あれをしっかりね、コンパクトに振り抜いた中村。しかも、見た。裏キーマン、中村って言って先生。あれ、これ流れ的にはヤクルトかっていうね、えー、ところで。でもその後しっかりね、押すな。 ね、ホークボールでダブルプレイ取るっていうところは、さすが、山本。ね。ここら辺でバタバタっていかないところがね、やっぱこれ今はね、もう日本球界のエースってね、いうゆえんでもね、俺はあると思う。で、まあここでね、交代するんだけども、まあ、全体的には本当にね、非常に素晴らしいピッチング。まあね、これフォアボール2つでね、あの、ピンチ作って、中村日本でね、点取られたっていうのはね、まあちょっと、本人としてもね、 こう、んっていう思いはあるけども、全体的には本当に素晴らしいピッチングだったし、中村のね、センター前ホームであれ、あれをね、見逃さずコンパクトに古いでいたね、非常に素晴らしいパッティングだったと思います。で、ここでね、中でよくいけるかっていうところでね、これまたね、あの、中島イリュージョンが。だから、ね、あの、マ田岡田さんの岡田さんが言うには、中島マジックじゃない中島イリュージョン。だから俺も中島イリュージョンでいくわ。あの、閉店ガラガラのね、岡田さんに習って。で、これ中島イリュージョンがね、 効果発揮するのがね、若杉に書いて、若杉もね、いい感じで打ってたのよ。代打ぼや。ね。ちょっとカットボール抜けてきたやつを打った瞬間ね、ホームランの同点。この勝負強さね。でもね、これを可能にしてきてるのが、俺はね、何気に今日のオリックス打線、一番大きかったと思うのが、6回と8回。いや、まあ、さぞかく点入れてないじゃないかっていうかもわかんないけども、まあ結果的にね、まあ結果、 勝ったからそんなこと言うんやろ。でもね、結果から導いていくのがね、解説英フローカーのね、仕事なのよ。そっからね、導き出していくと、俺はね、まあその試合見てても思ったんだけど、この6回と8回のね、画面、ね、素晴らしい。それがやっぱりね、このサヨナラに繋がったんじゃないのか。それ何かっていうとね、6回もね、 あの、杉本も三振、外のね、カットボール、奥側のもう全くタイミング合わなくて、もう本当にもうブーメラン、もう扇風機のような空振り三振して、で、T 岡田がね、外の真っ直ぐ引っ掛けてショートゴロ、ね、シフト引いててね、西村が取りに来てでセカンドゴールなのにショートゴロっていうね、ところで、で、これツーアウトになってから、足立がね、ライト前にヒット塗って3人で終わらないんだよ、ね。で、その後まあラビロがね、サードフライでチェンジになるんだけども、で、次の回ね、この、モヤがね、ホームラン。 打って同点になる。で、えー、8回もね、ピッチャーがね、清水に代わって、えー、吉田正人がね、ショートで、杉本はね、ワンバンなるたもね、もう最後バット止まらず。ちょっと、この、清水の打席見たらもう杉本迷ってるね。全体的にもう何が来るんやろうっていうのを迷いながら、あの、打ってる。えー、いうのがすごいよく分かった。今日はちょっと一試合、だからもうちょっと頭ね、あの、今日も勝ったからね、一日スッキリしてね、後輩だから、徳島のね、スッキリして明日にね、臨むことが必要かな。 で、ここ2アウトになったんだけど、こっからまたね、T 岡田がセンター前ヒットで3人って終わんないのよ。で、足立がね、足立のこのフォアボール、すごかった。このね、粘って粘って最後ね、フォアボールを選ぶ。で、2アウト一塁になって、まあラベルがね、フルカウントから見逃し三振、これ清水最後のストレートグわーて。俺的にはこのね、5球目の3ボール1ストライクからのあのストレートファール打ったね、あれをやっぱりね、ラベルは仕留めなきゃいけないよね。 最後のはね、もうあんなギリギリすぎるから、なかなか難しかったと思う。打つ方もね。もう振ってでもファールが、あの、ギリギリかな。でもそこはね、清水、ここ踏ん張ったね。でもよ、ここ、やっぱり、ね、これ6回と8回に、やっぱ2アウトで終わらなかったっていうのがね、でかいのよ。ね。でもよ、俺はもうこの8回の村上のホームランで勝ったと思ったね。ヤクルドファンの皆さんも。若干先だったけどね、めっちゃ伸びたね。で、これもね、ピッチャーヒギンスに変わって、ね。 あちょっとここ、ヒギですかね、あの、クライマックスファイナルでもね、中村にホームランを打たれるから、ちょっと大丈れちゃうかなっていうね、ところの不安もあったけども、先頭山田説ね、ちょっとスライダーハットボール系かなちょっと沈みながらね、抜かれてもね、センター前。いや、これちょっと嫌な流れやなっていうところで、村上がね、6球目、まあホームラン打つわけだけども、ここね、まあキャッチャーもね、代かで変わってるからね、 あの、伏見が出てくるんだけど、こう途中から行くのもね、ピッチャー勝は難しいのよ。で、その中でね、村上はね、ワンボールツーストライクからね、バックスクリーンのホームランを打つんだけども、ここがね、この問題。その前のね、あの、山本、インコース、見逃し三振したと同時で、まあ皆さんもね、多分見て分かったと思うけど、ストレート系ね、しっかり振るんだよ。しっかりね、振るんだけど、若干、 振り遅れてるっていうか、ストレートにちょっと力負けしてたね。山本の時も、ヒゲンスの時もね。それはまあなんでかっていうと、しっかり引き込めてるって、でも、あそこをね、その、振り遅れてるっていうよりね、しっかりね、引き込んで振ってるっていうところが、フォームのバランスとか崩れてない。ちょっとの誤差なんだよね。でもあれを崩しちゃうと、他のね、対応もしづらいから、しっかり引き込んでからの強いスイングでファールっていうのはね、悪くないんだよね。で、その前、それは若次が、ね、あれ、これ、ちょっと変化球怖いなちょっていうね、インコストン。 で、次、初心に行きました。ね。じゃあ、ヒギンスも、まっすぐ若干、三塁側のファールになってると。ね。でも、その前、インコースストレート行ってるから、そこバシン、一発ホームランも嫌やなと。ね。しかも、相手はもう日本の主砲の村上やと。そんなまっすぐ続けるのも怖いなと。そろそろアジャストしてくるんちゃうかと。変化球挟みたいなって思うけど、ここで一番やっちゃいけないのが、反則球。 スーッとストライクゾーン行ったら危ないぞと俺は見てと思ったこれは結果論じゃないよ見てと思った変化球行くんだったらボール球ねと甘め入っていったら怖いよっていうところでチェンジアップが落ちないで抜けはしたけど落ちないですスーってストライクゾーン行って村上がまっすぐ引き込んで手元まで引き込んで打ってるからちょっとぐらい抜かれてもまだミートスポットで当てられて若干先だったけど力あるし体重乗ってるからバックスクリーンホームラン。 あれはヒギンスがねもっと低めに投げなきゃいけないのよ、その後低めのチェンジアップ投げれてたよ、あそこポイントなの,、ねね、の緩急っていうよりもやっぱ高低いたかったね、ストレートがね若干こうね差し込まれてるっていうところで反則球の甘めがちょうど合っちゃうっていうね最悪のパターンね危ないぞーと思ってやたらやっぱそれでホームランになんだってねほら見ろって思ったわけよ、だからあそこもね本当はまだ、ね、キャッチャーが変わったっていうところの難しいさもあるのよ。 これがね、伏見がいいとか悪いとか言ってるわけじゃないよ。で、もう一回言ったら狙ってくる、こう、駆け引きね。だから、俺はの、チェンジアップ選択は悪くなかったと思うけど、もうちょっと低めのワンパンね。投げた上で次どうするかをね、もう一回。ワンボール、ツーストライクだからね。そこら辺はキャッチャーとしては、思うね。あれをスーって行って、で、ホームラン。ね、打たれて、逆転と。ね、逆でカチコチ。3対1。ああ、これで、行っちゃったかと。 っていうところでね、まあ8回そうやってランナー出て3人で終わらないでね、もうまだいけるかっていうね、ところプレッシャーかけ続ける。でね、9回をってね、日嘉が出てきて、ここね、あの、潮見青木山田室長。これね、完璧に3人でね、抑えたっていうところもね、まあいいリズムか。だから打撃では粘って、ピッチングではね、そのレッスンの時のもね、ね、あの、結果3人で抑えるっていうね、日嘉のこのリズム。で、最終回ね、出てきたよ、マグガフがね。まあこれは出てくるね。で、ここで、先頭、紅林が、 粘って、粘って、粘って、スリーボール、ツーストライクから、ね、ライト前ヒット。って素晴らしいね。今年一年、本当にね、まあもちろん杉本とかも成長したけど、本当にね、未来に向けてね、紅林のこの成長っていうのはね、大きかったね。オリックスにとって。で、えー、続いてダイダ、代打ジョーンズね。これ代打ジョーンズ、ね、甘め8打ったら一発あるよっていうところで、追い込まれるまではね、結構強いスイングでね、若干開き気味で来てたけど、追い込まれたら打ち方変えてよ。 若干反対方向を意識してそんなにフルスイングしないで軽打に切り替えてきて結局最後ねファールで粘りながらフォアボールこれがまた最高だね結果としたらでそこでダイソー・サロ出てきてで1・2塁バッター福田おっと中島イリュージョンさすがにここはバントやろうとバスターでも 結局あのファイナルのあの企画がやってるからヤクルトサイドもひょっとしたらって思うからねちょっとハードチャージかけづらいよね。これ繋がってんだよね。このイリュージョンっていうのはね。そういったところでもまあかけにくいと。福田がね若干牽制した時にこのバンドフェイクしながらこれはフェイクなのか何なのかっていう若干演技入ってたけどもああいうのも大事ね。で、バントしました。若干強めだったね。シンクって。マークが太った。サード投げた。タイミングはアウトだったけど ま、村上がね、結局落としたんだけど、あれね、きついよ、サードも。あんな、至近距離から、全力投球されて、まだここら辺来てくれるんだって言うけど、若干それて、あれ逆に言うと、よく後ろ反らさなかったよ。あれ後ろ反らしててもおかしくなかったし、あれま、取ってても、足離れた可能性あるから、そこはね、 あの、アウトセーフまあ、どうなったか分かんないけども、あの至近距離で全力投球されて若干それるの、サード難しいよ。まあ、取ってたらどうかっていうところはあるけどね。まあ、俺、落として、満塁になってよ。ね。胸よ。フォークボール。センター前。あれも、センター抜けるときに若干イレギュラーしたね。あれイレギュラーしなかったら、ひょっとしたらよ。取れたかも分かんない。ショート。ね。西浦が。でも、若干イレギュラーして、エビソリーになって、センター抜けていって、 同点。で、そしてそのままノーアウト一二で、吉田正尚が、初級をね、ストレート、センターオーバー、さよならツーベース。あれね、もう全身守備しかない。あれ定位置だったらね、多分センターフライだったと思うけど、もうそれで引いてるからね。まあ吉田正尚その前ね、もうあったけども、最後ね、いい形でね、一本出て、まあ一気にね、さよなら勝ちっていうところで、まあ素晴らしいね、えー、試合を見せて、えー、もらいましたけども、まあ結局ね、シーズン、この、 一、一試合のトータルで言うとね、やっぱこの、フォアボールっていうところがね、まあ、失点にね、まあ、繋がったっていうところはね、まあ、両チームとって痛いところだったし、このヤクルトはね、この、どっちも一とってちょっとね、まあ、オリックスは勝ったけど、山本でね、巻きかけたっていうところはね、若干ザワザワってしたし、ヤクルトとしてはもう最強のリーフ陣をね、備えて、まあ、奥側からいい感じでね、4番が打ってリーフ陣シュート展示して、完全なね、勝ちっていうね、ペースの中で最後ね、さよなら負けしたっていうね、 まあちょっとね、嫌な流れでね、試合が終わっちゃったね。まあ勝ってたんでね。まあでもよ、全体的な流れからすると、ヤクルトは勝ってたけどね、ヤンモトで負けるっていうのは、まあまあ想定ないだと思うんだよ。正直。その代わり、明日っていうね。で、オリックスとしてもヤンモトで負けたらガタガタっていうところをね、こう踏ん張って勝ったっていうところでね、まあこの初戦一勝はオリックスの、まあ全体的には想定ないだと思うんだよ。だからね、 あの、この日本シリーズはね、一番重要は、もう2戦目なのよ。ここをヤクルトがね、明日取れば、1勝1敗。で、これでね、東京ドームに帰って、ね、あ、すいません、あの、開幕前のような人って間違えちゃってね、東京ドームですね。で、東京ドームに帰って、で、セリーグ主催試合で、で、そこで、しっかりね、最低2個勝つっていう、えー、ところでヤクルトとしては、やっぱこれね、日曜日に全勢力なのよ。ね。で、オリックスとしては、この日曜日に勝って、2連勝で、 東京ドームに行って DH にないところをどうやって組み立てていくかっていうところをね、まあ、考えていく中ではやっぱりね、明日、第2戦がね、やっぱりね、最重要説。このテレビ東京でね、ちょっとあのー、都市伝説に撮影費がカウントダウン V 撮りましたけども、本当にね、でもこの、やっぱりこのオリックス、山本っていうところを考えると、まあ、このね、両チームにとって第2戦がやっぱり最重要になってくる日本シリーズじゃないのかなと。っていうところで、あのー、明日ですね、告知です。えー、テレビ東京系列で、 佐々木、解説します。えっ、ー、と、メインは、解説、放送席は中畑さんと松坂がね、えー、来るって。で、佐ぞはですね、あの、バックネット裏解説って言って、スタンドにいて、そこからいろんな流れとかね、空気感っていうのを解説、えー、したいと思いますので、ぜひご覧ください。 第2戦ね、明日かなり重要な試合になってきます。でもよ、やっぱり最後まで、あの、今日は本当にね、第1戦、えー、野球ファンとしてはね、本当に素晴らしい試合を見せてくれたな、と思う素晴らしい試合でした。で、あとはですね、あの、B ・モレノさんの動画。 チラッとどんな感じか見てましたけど、あの、あの興奮度はね、それはなるでしょうね。最後、ガムテープでぐるぐる巻きになかなか難しかったね、興奮気味でしたけど、え、面白かったですね。またなんかでね、コラボできればいいかなと、えー、思いますけども。ということでね、初戦、オリックスがね、戦勝という形でね、明日以降、どういう戦いになるのか。 明日解説行きますけれども、解説終わりでしっかり動画を撮って出していきたいと思います。さあ、今日サザキチャンネル、この日本シリーズ総チェックは一番早く出してんのか、スピーディーに出すよ。もうテレビはね、トップガンやってるよ。さあ、ということでね、日本シリーズ一生オリックス化先生しました。明日のプロ野球、日本シリーズも要チェック。